爪草は、なでしこか爪草属に分類される一年生植物の一種。道端にごく普通に見られる。草丈は5センチメートルから大きくなると1 5センチメートルになることもあるが、道端などでは1センチメートルに満たない姿で見られることもある。全体に黄緑色から深緑、艶があるが、茎の上部には丹念手を生じる。茎は下部でよく分子し、 その先の茎は、立つか葉茎には、節があって葉を耐性する。葉は線形、長さ8から20ミリメートル、幅0.8から1.5ミ、mm、リメートル、先端は尖ってその先はさらに針状に突き出す。基部は大になる葉と膜質でつながって、短い筒状になる。託葉はない。花は4から7月にかけてつく。今日は4ミリメートルで、学片と白色の花びらが5枚ずつある。 おしべは5本で、先端が5列しためしべが1本ある。果実はほぼ休憩で、熟すと先端が5列して種子が出る。種子は黒色で、今日は0.24から0.5ミ、mm、リメートル、表面全体に突起がある。和名は、鳥の爪のような形状をした葉に由来する説、葉の形を切った爪と見立てたものとする説などがある。ABC 原色や総観察検索図鑑町で。 よく見かける雑草や野草がよくわかる本。ありがとうございます。